高速1号線高速大師橋は生まれ変わります。開通から50年、東京と横浜をつなぐ大動脈として膨大な交通量を支え続けた高速大師橋は更新の時期を迎えています。高速1号線高速大師橋更新事業の全容をご紹介します。首都高速道路は開通から50年以上が経過、加えてきめ細やかなメンテナンスが必要なトンネルや高架橋などの構造物の割合が多いのが特徴です。高速大師橋は1日あたりおよそ8万台の交通量がある東京と神奈川を結ぶ重要な路線です。1968年11月に開通した高速大師橋は開通から50年が経過し、日々点検・補修を行っていますが、多くの自動車交通による過酷な使用状況などにより、橋梁全体に多数の疲労亀裂が発生しています。そこで、構造物の長期にわたる耐久性の確保、および維持管理しやすい構造を確保する観点から、橋梁の作り替えを行っています。更新工事は東京都大田区羽田2丁目3丁目から神奈川県川崎市川崎区殿町1丁目付近までの多摩川をまたぐ区間のうちおよそ300メートルの区間を作り替えていく計画です。それでは高速大師橋更新工事の内容をご紹介いたします。まず、新しい橋を支えるための橋脚を作ります。橋脚は架線部と陸上部、それぞれで作り替えます。架線部では鋼管や板を押し込み、中の掘削を行って橋脚を構築します。陸上部では仮設の橋脚を設置し、季節橋脚を撤去し、新設橋脚を組み立てます。また、更新する区間で橋の受け替えの準備をします。橋脚のほかにも、架線部では季節橋と新設橋を一時的に支えるための仮高台、ベントを高速大師橋の上流側と下流側に設置します。橋脚が完成したら、新設橋を組み立てていきます。工事機材や橋の部材は、東京湾から台船で運び込みます。大きな台船を通すために、羽田空港付近から現場まで、2キロメートル以上の範囲にわたり、多摩川の川底を掘削する大規模な工事が行われます。掘削作業が完了し、台船が入れるようになったら、新設橋の橋桁を運び込みます。河川中央部の二景館は東京港で組み立てた大ブロックを運び込み、台船からジャッキアップしてベント状に仮設していきます。最も東京寄りの景観は大型台船を横付けすることができないため、部材を運び込み現場で橋桁を組み立てます。新設橋の組み立てが完了したら、高速大師橋を含む周辺の区間を通行止めにし、季節橋の撤去と新設橋の設置を行います。季節橋端部を撤去した後、ジャッキにより季節橋を上流側にスライドします。そして新設橋を季節橋が架けられていた位置にスライドします。その他、交通開放に必要な工事を行い、新しい高速大師橋が開通となります。季節橋の撤去、新設橋の仮設の際の通行止め期間はおよそ2週間を予定しておりますが、交通開放に必要な工事に限定し、交通への影響を最小限にいたします。また工事期間中、周辺の区間は混雑が予想されます。ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、並行する高速湾岸線などへの迂回にご協力をお願いいたします。
新しい高速大師橋が開通した後に季節橋の撤去など残りの工事を行います。最後に橋桁の架面に高級足場を設置します。高級足場により橋桁架面の点検と補修がしやすくなり、維持管理性が向上します。高速1号線高速大師橋の更新事業、引き続き安全に着実に工事を進めてまいります。工事や工事に伴う通行止めで皆様にはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。